秋田城、秋田城、秋田城、秋田の木は、では国秋田。現在の秋田県秋田市にあった、日本の古代城作。国の史跡に指定されており、かつての城域の一部は現在高清水公園となっている。また、秋田県五国神社も秋田城の城市に先座したもので、ある。秋田城の創建は、七百三十三年、天平五年に、 では作が、湘南地方から、秋田村高清水丘に移転したことに遡り、その後天平法事年間に、秋田城に改称されたものと考えられている。秋田城は、奈良時代の創建から10世紀中頃までの平安時代にかけて、城作としての機能を維持したと考えられており、その間幾度か開廃が取り沙汰されたことがあったものの、では国北部の行政、軍事、外交、 文化の中心地としての役割を担った。また、秋田城の発掘調査結果からは、牧会との交流を伺わせる複数の事実が指摘されており、文献資料による確たる証拠はないものの、奈良時代を通じてたびたび、デワ国に来着した牧海氏の受け入れが、秋田城においてなされた可能性が高いと考えられている。秋田城は朝廷によって設置された城作の中でも、 最北に位置するものであり、律令国家による、統治の拠点として、また津軽、大島の江戸との交流や牧海との外交の拠点として、重要な位置にあった。2017年、平成29年、俗日本百名城、107番に選定された。秋田城の資料上の書室は、俗日本記において733年、天平五年に、出羽作、井出羽の木を、 秋田村高清水岡に戦地したと記述されたことに遡る。七世紀の中央から九世紀の初頭にかけて、当時の朝廷は、東北地方の江戸を軍事的に制圧し、服属させ、昨古移民を腐食して、積極的な支配域の拡大を図っており、日本海側では七百八年、和道元年に、現在の山形県庄内地方を、越後国では軍として、県軍、百十二年、 和道五年には、越後国から分離して、出羽国に昇格させ、道の区国から移管された置いた間軍、最上軍とあわて初期の出羽国を形成した。前後して、出羽軍内に、出羽策を設置したものと考えられている。秋田城は、朝廷の支配域の北上に伴い、出羽策を移転したものと捉えられるのであるが、8世紀当時の、 秋田地方では大規模な集落の跡が確認されておらず、五条遺跡のような城作の進出に伴って、形成された集落が、城作の近傍に存在する程度であった。すなわち当時の秋田地方は、人口が希薄で、一点当初の出羽作は、朝廷の支配域の北辺に突出してお、出羽作、秋田城の設置に伴って、城作周辺に、江戸や、 作古移民が混在する集落が形成されたものと推測されている。秋田に移ったでは作は、760年、天平法事4年3月19日付の丸武足人会において、足太市上と表記されており、この頃秋田城に解消したものと考えられている。俗日本紀、780年、法期11年8月23日の城では、 秋田城へ派遣された人的将軍阿部やマロの苦心に対して朝廷から、秋田城は前将軍や最将が建てたものであり、長い年月を経てきたと回答したことが見え、760年頃に秋田城へ気候改変したことを裏付ける。この時の阿部やマロと朝廷の応答において、秋田城の手配が検討されたが、朝廷は秋田城の放棄を認めず、帰って軍病を使わして、 陳樹都市、陳敵島田は国史一名を先頭として秋田城の防護にあらせるものとした。これにより国史時間である出羽助が秋田城之助として城に常地され出羽国北部の統治にあたることとなった。八世紀には宴会州付近にあった渤海国からの施設がたびたび出羽国へ来着した。そもそも出羽作の秋大展にはなぜ 庄内地方から一挙百キロメートルも北進して人工気迫な秋田地方へ突出したのかという疑問が生じるのであるがそこで秋田城の海上交流の拠点としての性格が着目され秋田城が渤海市や北方民族との外交施設としての役割を担ったとする説が示されている八世紀の渤海市は日本の施設船に同乗している場合を除いてほとんどが出羽に来着しており ニーノ・ナオキチ、古畑トールらの研究は、ボッカイ氏が、沿海州、サハリン、北海道の沿岸部図体に航行して、本州日本側に達する北回り航路を取っていたことを唱え、さらにニーノは、出羽作移転の背景に、ボッカイ氏の来航があった、出ワ国北部に、中央政府と直結した出先機関を置いて、外国施設への対応を担わせたとする見方を示した。ただし、 そのことは、山和朝廷が積極的に外交に取り組んだということを意味せず、せいぜい新年町外の外交施設三列の便宜を図ろうという程度意図であり、しかも、北海国側の技術的な事情により、想定されたルートと頻度では、施設が来訪しなかったので、現実の有用性は限定的であった、との指摘もある。発掘調査結果からは、 場外南東側の宇野基地区において、規則的に配置された大規模な掘立柱建物群の遺構と、水仙トイレの遺構などが検出されており、これらは国営調査では城に付属した寺院の4、天皇寺跡とする見解が示されているが、8世紀から9世紀初までの遺構については、建物が礎石式を取らず河原武器でないなど、寺院建築とするには疑問も示されており、 これら施設群は外交施設を共同する迎賓館だったのではないかとの推測も示されている。なお、9世紀以降北海市の出笑い校は途絶えており、宇野木地区の移行も9世紀以降のものは木作に囲われた寺院風の構成となっていく。804年、延暦23年、秋田城が堤廃されて、秋田群が設置され、秋田城が担っていた機能は、 川辺府へ移されたとされる。先の802年、延暦21年に、朝廷は、アテルイトの軍事的構想に勝利し、これを受けて、道の国、伊沢城、市和城を造営。ではでも、同時期に、ホッタノキが造営されたと見られるなど、旧世紀初は、朝廷とエゾとの関係が大転換した時期に当たる。廷杯という文言と、裏腹にこの時期や北城は、大改修を受けており、 秋田城の天灰とは、道の区方面での朝廷の軍事的勝利を受けて、秋田城を取り巻く環境が孤立した状態から解消されたことに伴う、支配体制再編の一環として行われたものと考えられる。七百三十三年の出は作移転以降、秋田軍が設置されるまでの約七十年間、秋田地方では軍を置か城が、領域支配をも担う特殊な体制が取られていたが、 秋田城の改修は軍政への移行時を一致にする、物でり、むしろ支配体制を強化する形で、秋田城は、出羽北部の軍事、行政拠点として存続することとなった。830年、天朝7年には、出羽王自身により上格及び、官社のことごとくが損傷する被害を受けたことが記されている。この時の被害報告から城に付属して四天王寺。 用堂といった宗教施設が存在し、事実が示されている。878年、元業二年に勃発した不朽の大規模反乱。元業の乱では、不朽側が秋田城を一時占拠するに至り、発掘調査からも乱によって、城が焼かれたことを裏付ける、衝度炭化物層が検出されている。この乱の背景に、長く軍事的緊張から遠ざかっていた。 秋田城では、制度上常備すべきとされていた軍が実際には配備されておらず、少数の検事が守るのみで警備が手薄になっていたことが挙げられ、また、では国当治が安定していた反面、それに乗じて国史による過劣な集奪が横行しており、元寮の乱の時期を記した、日本三大実録元寮3年3月2日、人心の城では、国内の公民の3分の1が、 奥地に逃亡するという異常事態に陥っていたことが記されている。元妙の乱は、出羽コンとして派遣された宇宙弁、藤原康則が、主に、上野国、下野国の兵で編成された軍を率いて、乱の鎮圧に当たり、また、鎮受将軍として派遣された、小野遥による、怪獣策も受けて、港難を織り混ぜた対応により終結に向かい、秋田城は回復されて、 復興整備に向かっている。その後939年、天行2年の天行の乱の際にも、秋田城は攻撃を受けている。10世紀後半には、秋田城の基本構造と機能が失われたと考えられており、宇野き地区においては11世紀前半までへの移行確認されているものの、城内では11世紀以降に該当する主要な移行が確認されていないことから、 この頃には衰退していたと考えられている。平安時代後期から中世にかけて、資料上はなおも秋田城の文字が継続して確認されており、鎌倉時代には秋田城之助の官職は部門にとって名誉あるものであったとされるが、中世の秋田城として否定される有力内向は確認されておらず、古代の秋田城跡周辺が有力な議定地として推測されるにとどまっている。 8世紀の秋田城に、出羽国の国府が置かれていたかどうかは、学説上の争点となっている。これは、日本語記及び、日本三大実録において、延暦年間に、出羽国国府を移転した旨が記されているとに端を発する。日本後期では804年、延暦23年11月起死の城において、秋田城を手配し軍政を敷いて、機能を川辺府に移転したことが、 日本三大実録では887年、任が3年5月20日のに、出羽国の口にある国府は、延暦年間に造営されたことが、それぞれ記されており、この二条の解釈によって、秋田城に国府が置かれたとする学説が現れることとなった。なお、国府説、被告府説の両者ともに、712年、和道3年の出羽国設置時の国府は、出羽作であること、 延暦年間以降は、国府が、出羽国の口、イコール、木の和作にあったということで見解が一致しており、争点となっているのは、出羽作が秋田に移転する733年、天平5年から、延暦年間までの出羽国府の所在地ということになる。秋田城国府説を取る日向南の学説では、733年の、出羽作秋田移転から804年の、 秋田城停杯までの期間は秋田城に国府があったと推定し、737年、天平9年に、道の区国の多賀作から、出羽作までの直通道が計画されたことを、道の区汗地が、道の区、出羽の両国府間で連絡を密にするためであったとして、秋田城国府説の根拠に挙げている。また、新井の直吉は、733年の出羽作。 秋田移転に伴い国府も秋田城に移転し、その後804年、延暦23年に川辺府に国府機能を移転、川辺府を堀田の木跡と推定、その後815年から819年、公認6年から10年に再移転して、出羽国の口に移ったとの見解を示した。秋田城の発掘資料からは、出羽国の守ると助の署名がある。 天平法事年間の漆紙文書が出土しており、秋田城国府説の立場では、これを国府で最終保管されるべき性質の資料であると見る。伊藤武氏もこの立場に立っており、秋田城国府説では、発掘された広告資料を主要な根拠とすることが多い。しかし、秋田城国府説を裏付ける決定的な文字資料の出土には未だ至っていない。一方、 秋田城被告府説を取る今泉高夫の学説では、出羽国々府は一貫して、出羽軍内にあったものと推測し、多賀桜から出羽作までの直通道路についても、道の区国より、出羽作に達するに、との記述に着目して、両者の軸の違いは、出羽作が国府でなかったことを指し示すものとする。その上で国府の移転に関する記事と秋田城の邸。 廃に関する記事との別の必要性を指摘し、川辺府とは、後の川辺軍付近に置かれた軍河であるとした。また、今泉説では、法規初年に、出和国の要請で、秋田城が廃廃されており、俗に本気に記録される、秋田城廃廃をめぐるやりとりがあった780年、法規11年時点では、秋田城から一切の軍備が引き上げられていたと推測している。熊谷君雄も、 今泉説を継承する立場にあり、機能を停止していた時期の秋田城に国府が置かれていたことを否定する。このように秋田城被告府説を取る論者は文献史学の立場から俗に本気などの解釈をその主要な根拠とすることが多い。また今泉多官は秋田城から国史署名の文書が出土するならば、それはむしろ国府から発給された文書の宛先が、 秋田城であることを示すのであり、秋田城が国府でなかったことの傍証であるともている。ただし、これについて、古代の公文書の廃棄過程をまとめた森田康氏の研究により、発給元に変換される例があるとする反論がなされている。そもそも、秋田城の立地とは前日のように朝廷の支配域から北に突出したものであった。すなわち、 最前線の上作として危険にさらされるリスクを負っており、このような場所に国府を置くのだろうかという疑問が、秋田城被告不説の基本的な出発点といえる。国府の業務のうち重要なものの一つである、部内巡行についても、761年、天平法治3年のお月上完成まで駅路さえ、通じていなかった、秋田城では極めて困難と考えられており、 この点からも秋田城国府説に疑問が呈されている。秋田城は、秋田平野の西部、小物川、秋田運河うが川口近くにある、標高40メートルほどの丘陵地上に造営された、城である。城作の基本構造は、築地塀などで囲われた外角と、成長を囲う内角との二重構造からなり、外角の東西南北に城門が配置されていた。の配置は、 正殿の南面に広場を設け左右に脇殿を排する、この字型の施設配置となっており、これは、都の城に見られるような、大極殿正面に朝庭を設け、左右に長堂を排する様式と共通する。成長施設は、奈良時代から平安時代にかけて、I6 期の6期にわたる変遷が認められるが、成長を囲う内閣の位置について大きな変化はなく、また、 この地型の建物配置も前期を通じて維持されている。城の外角の範囲は右上図赤線で示した通り北西部を切り替えたような不正方形である。外角の範囲は東西南北ともおよそ550メートル約30ヘクタールの広さを持つ。外角の位置も前期を通じて大きな変化は見られないが、塀の構造には相部域までの5期にわたる変遷が見られた。 このような構造の変更は、出羽川の城策に見られる特徴で、それに対し道の区側では、多賀城が拡張した際も築地米の基本構造を維持している。秋田城では旧世紀初頭に築地米から材木米に変更され、カンガとしての早調さが交代したことから、この時期に秋田城の性質が大きく変化したことが示唆されている。外角の構造は、奈良時代の相手では、 河原武器の築地塀、同じく奈良時代の通気では、日河原武器の築地塀、平安時代に入ってからのスリーは中列による材木塀、宝器は材木列による材木塀、武器は明確でなく、彫りによる区画がなされたと考えられている。武器の彫りは深さ1メートル、幅3メートルを超すものであるが、城の東辺、西辺での発見であり、 外周全体を囲うものであったかは定かでない。スリーキー以降は外角に付せして、櫓が設けられており、検出された以降からの推定では、およそ80から90メートル間隔で外角に櫓が並んでいたと考えられている。外角の縄文はこれまで東門が確認されていたが、2008年、平成20年の第92次調査で裁門が、2012年、平成22年の 第101次調査で難問がそれぞれ発見されている。なお、2013年時点では、北門は未だ発見されていない。外角東門及び不設の築地部へ、延長45メートル、幅12メートルの東大路が1998年、平成10年に復元されており、総建機の姿を現在に伝えている。内角にあたる成長跡は、上域の中心から、 やや南西寄りに位置しており、その規模は、総研期のもので、東西約94メートル、南北約77メートルと、東西方向の差し渡しの方が、やや長い、横長の長方形となっている点が特徴である。八木三森によると、東北地方の城作における成長の規模は、以下の三つの類型に分けられ、秋田城は、多賀城等より一回り小さい規模の、 地域中核拠点であるトレール。秋田城の創建時期は、多賀城の9年後であるため、当初の正殿、脇殿の建物構造は、多賀城愛機を踏襲し、共通点が多く見られた。多賀城正殿の四面美差しと秋田城の南、愛美差しという際は見られるが、これは太平洋側と日本海側の降雪量の差を反映したものと考えられており、建物面積は、ほぼ同等である。 一方で内閣そのものの面積は大きく異なる。ことから、この点で、道の区国府を平地した多賀城と国府を置かなかった、秋田城の際が現れたと考えられている。成長後では、愛期からシックスまでの変遷、うちシックスはさらに A 期と B 期の二小期に分けられるが、見られたが、この地型の施設配置は前期を通じて維持された。多賀城では8世紀の後半に、静電、 脇田が礎石化され、上域を拡大するなど、漢画が,が拡大充実していくのに対し、秋田城では、この時期も当初の構造が変化せず、多賀城とは異なる路線を歩むこととなった。この点も、道の区側では、王権の支配域の拡大に伴い、多賀城が、物宇城、維持城等を、後方から支援する、面的支配の拠点に変質していったのに対し、では国の北端に突出する。 秋田城では、在地のエゾの共王や牧会集計入れなど、設置当初からの秋田城固有の役割が変化しなかったためであると考えられている。なお、秋田城の成長が、愛機からシックス機までの掘立式から、礎石式に移行するのは、最終期である。シックス機においてであるが、なぜ最終期に、礎石式に移行したのかは不明である。成長の様式は、とのうどあるいは、 各国の国画に倣うものであり、秋田城は地域一帯の行政の拠点でもあったことから、成長では一般の政務のほか、在地の江戸の教王、さらには、牧開寺をはじめとする外交施設に対する送迎の儀式も行われていたものと考えられている。なお、成長跡を道路、国道7号9道がまたいでいるために、南西側が約3分の1にわたって、 作兵、派されており、西脇伝、成長難問の様相は不明である。木内東部の大畑地区において、掘立柱建物群、立穴住居群、単ヤ工房群などの遺構が検出されており、この地区で発掘された、考古資料には、非鉄製小座根工や、漆紙文書、江夏前の浮工など、貴重なものが含まれる。この地区は、 縦穴住居が営まれて居住域として利用される時期もあったが、全体としては、平安時代以降秋田城を支える生産施設として利用されたと考えられており、9世紀の前半から中頃にかけて世紀を迎えた。鉄生産施設も置かれており、大幡地区のように閣内の一定の区域に工房がまとまって置かれ、継続的に営まれた事例は珍しいものとされる。 その他城郭外の移行については、宇野木地区において、規則的に配置された大規模な掘立柱建物群の移行と、水仙トイレの移行などが検出されている。この地区は、愛機から宝機までの変遷が見られ、愛、通期が奈良時代、スリー、宝機が平安時代以降と推定されている。では作創建、733年から、 秋田城に改称された760年頃までの遺構とみられる愛機には大規模な掘立柱建物跡が検出されており、その規模は成長の制限をも上回っていた。これらの基地区の遺構は国営調査の結果からは秋田城に付属した四天王寺跡とする推定がなされているが、愛、通期のものについては、 とからの品格や牧会始を迎えた、迎賓館として使用されたのではないかとする見方も示されている。平安時代以降のー、法器については、区画施設で囲まれるなどの寺院らしい定裁が整えられるようになっており、寺、玉地などの牧所が残された土器などが出土していることから、付属寺院である可能性が高いと見られている。うの地区における重要な意の一つとして、 古代水仙川やシャアとの存在が挙げられる。施設は、掘った手柱建物と瓶層、沈殿層、戸道、目隠し米によって構成され、その構造から、日差し側の入り口から入るとまず、待合室的な空間があり、その先に三部屋の個室を持っていたと考えられている。仕組みとしては、個室の床下の瓶層に溜まった汚物を戸道を通して、沼に排水する。 水泉式だったと考えられており、その際、沼の汚染を少なくするため沈殿層を設け、汚れの少ない上積みだけを流すように工夫したものと思われる。なお、水泉に関しては、導水施設が見られないことから個室内に用意された亀などの水を使用後に流す構造であったと考えられ、その構造は現代の簡易水泉式便所に近いものであった。寄生従卵の分析からは、 酒マスを常食しない西日本的な食生活が伺われ、現地の人ではなく、都から来た役人が使用したものと考えられた。ただし、この建物は外郭外側の通称、うのき地区から見つかったことから、寄生中乱の再検討が行われ、豚を常食する人々、外国人を迎え共合した施設ではないかという見方も現れている。中世以降忘れ去られてしまっていた。 秋田城跡について、その研究が行われるようになったのは、江戸時代の中期以降である。江戸時代の本蔵学者、著述家であった菅山澄は、寺内地区の民家に長期滞在して聞き取りとフィールドワークを重ね、高清水の丘が秋田城の所在地であったと示している。ただし、菅山澄以来明治期に至るまで、多数の研究者が交渉を重ねて、秋田城跡が、 高清水の丘にあると推定されながらも、実証的な裏付けを得ることができなかった。明治以降、秋田中学校教諭であり、郷土市屋でもあった大山博氏による調査企画が重ねられ、その成果は、後の発掘事業と史跡指定に結びつくものとなった。大仙の研究は、秋田伊佐信仰社社長であり、郷土市屋でもあった安藤和風の協力を得るところとなり、安藤は、 国の史跡指定に向けて積極的な働きかけを行った。1924年、大正13年には内務省の係官、柴田上へによる初の現地調査が行われ、寺内大畑地区を中心に土塁跡を確認した結果、秋田城の推定範囲がより正確に絞り込まれることとなった。このような調査の進展を受けて、史跡指定運動もより強まり、 1935年、昭和10年には、文部省から小木の中三郎が最終的な現地調査のためあきし、そこでは、大山ら地元研究者を交えた討論会を行っている。こうして、文部省史跡調査会による承認を受けて、秋田城跡は1939年、昭和14年に国の史跡に指定、以後、学術調査や緊急調査が行われることとなった。 秋田城跡において初めて大規模な発掘調査が行われたのは1958年昭和33年のことである。秋田県五国神社が敷地内の造成工事を行ったところ多数の遺物が発見され、県市教育委員会合同の発掘調査が行われることとなった。史跡の保護管理政策策定のためにも国によるより本格的な調査を仰ぐ必要があり、 翌1959年、昭和34年から1962年、昭和37年にかけて、国直轄の発掘調査、国営調査が行われた。調査の結果外郭と、成長後、宇野木地区の遺構など、秋田城の輪郭を浮かび上がらせる、多数の遺構を検出しており、城作の二重構造や、付属寺院の可能性を示したことは、 東北地方の古代試験級においても重要な知見をもたらした。1964年、昭和39年には、秋田上席出土品収蔵庫が完成、2015年、平成27年閉館、1966年、昭和41年からは、史跡の土地買い上げ事業も開始され、当初住民による反対運動も受けながらも粘り強い交渉の結果、 理解を得るに至っている。一方、保存管理計画策定のためには、国営調査の結果だけでは、不十分で、より綿密な調査が必要となっており、1972年、昭和47年からは、秋田上席調査事務所、秋田市教育委員会が継続して、発掘調査を行っている。1972年、昭和47年により、秋田上席調査事務所、 秋田市教育委員会による発掘調査事業が継続して行われるようになった秋田城跡であるが1980年代からは次の段階として出土死体物を公開展示して市民に理解を深めてもらい史跡を歴史に親しむ場とする史跡の整備活用のあり方が模索されるようになってきた秋田市では1987年昭和62年に整備基本計画を 策定、1989年、平成元年からは、国の補助を受けながら、秋田城跡環境整備事業に着手している。中でもまとまった調査が行われた宇野き地区が、先行して整備され、古代沼の復元などが行われることとなった。前後して1989年、平成元年から1990年、平成2年にかけて行われた第54次長において、 外郭東門跡が発見され、これらは研究の成果を反映の上で、宇野木地区の整備と一体化して、外郭東門と築地米への復元が行われることとなった。1998年、平成10年に外郭東門の復元工事が完成、手話作として創建された当初の姿を明らかにした。同年3月31日付をもって、周辺の史跡公園が、 高清水公園として告示され、当公園は日本の歴史公園百選に選定されている。また、以前より秋田城石出土品収蔵庫において発掘された遺物が公開されてきたが、2016年平成28年4月、新たに秋田城石歴史資料館が開館した。上述の通り、秋田城跡で発掘された資料などを展示するとともに、 史跡の保護管理、調査研究にあたる総合拠点施設であり、2016年、平成28年4月16日に開館した。館内では出土した資料の展示のほか、秋田城のジオラマや赤外線カメラによって、漆紙文書の文字を読み取ることができる体験コーナーが設けられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。